潜在能力テストいかがでしたか？たくさん劇団四季の知識についてお話しさせていただきました。ライオンキング見に行きたくなりましたか？もっともっと劇団四季のことをお話ししたいなと思っておりますので、またいつかお話しできれば嬉しいです。